プリティです。このね、ツイートが今話題なんだけども、増田香織でしょ？レイチェルが自らこの世を去ったそうです。どこにも居場所がないと嘆いていたらしい。本当に苦しかったんでしょうね。トランスへの差別や偏見から来る誹謗中傷が高まる中、今後の社会的影響が非常に心配です。あなたはありのまま生きていいという社会がいい。まず、名前違うじゃん。今回、ちょっといろいろ誹謗中傷あったのって、トランス差別偏見っていうとこから来たわけじゃないじゃない。この人、松戸市議兼、あと全国フェミニスト議員連盟代表なのよ。こういうことやるからフェミの人って嫌われるんだと思う。あと、この人 VTuber も潰した人でしょ。もう嫌い。はっきり言わせていただきます。嫌い。大嫌い。まず、リューチェルの名前を知らないじゃん。で、知らないんだったら知らないんで、亡くなった方の名前を使うときってさ、大概、おざいの注意払うじゃん。でも、注意払ってないでしょ。そういうのおざなりじゃん。もう、政治利用をバンバンするためだけにさ、しかも適当に言ってるような風にしか感じないのね。なんなのこいつ。本当に、何こいつ。二つ前のね、会社の時にもね、フェミの人いたのよ。その当時からね、おばちゃんたちの業界で人がだんだん少なくなっていった時代だったのね。でさ、この人手不足をどうにか解消しようっていうさ、現場サイドでも、いろいろさ、話し合いがあったのよ。で、おばちゃんその時、現場を管理してるおばちゃんたちとかさ、会議開いてた時に、この人手問題とか、どういう風に解決してったらいいかな、みたいな話したら、そのメニューのね、女性の人が、女性をいっぱい起用してこなかったからこういうことになるんですよ、っていうのね。え？今人手不足の話してるのに、何の話をしてるんだって。もう部長がぶち切れたのよ。で、女性をいっぱい起用してこなかったからこういう現状になってるんじゃないですかって。今人がいないのとその女性がどうのとか全然関係ねえだろうがって。お前なんだよってめちゃくちゃ言われたのよ。じゃあそのなに、起用したいんだったらいっぱい連れてこいよって話になったのよ。え？そんなのいないですよって。いないんだってそういう話すんじゃねえよってめちゃくちゃキレられてたよ。おばちゃんたちみんな凍ったもん。何を言ってんのこの人って思って。いや、実際そうなのよ。皆さん、ちょっと今、本当にあなたたちのことを考えておばちゃん言ってあげてんのよ。台湾の人みんなこもってんのよ。何言ってんだって、ごめんなさいね、はっきり言ってしまうけど。実際さ、男性社会みたいな会社あるでしょ？で、もう、考え方がさ、ちょっと偏っちゃって、そういうところには女性いるの、もうとてもおばちゃんも賛成だと思うのよ。そういう話になった時にそういうのをふっとね、女性とか入れて考え方を流動的にしてみたらどうですかって言うんだったらまだわかんない。おばちゃんもそれはすごくいいことだと思うんだけど、人手不足とかそういう話して、それを今後人がいっぱい集まるような会社にするのはどうしたらいいんだろうって言ったら、女性の起用がないからどうのこうのとかって言ったら、もうみんな何言ってんのこの人ってなるのよ。それに早く気づいて、っていうか、気づかない人も多いけど、気づく人はちょっとね、今、カムバックって感じよ。みんなの目が本当に、かわいそうな人を見るような目になっちゃうでしょ。そんな話してないんだから。ね？で、あと、関係ないのに、その、なんていうの、差別だとかさ、そんな風になんかいきなり言ってくると、ちょっと関わりたくないと思われる、そういう風に思われる人生嫌でしょ。おばちゃんはなんか嫌。
あれと同じよ、あの、おばちゃんもさ、あの、自転車で今、ガイガイで仕事回ってるでしょ。で、お尻も痛いしさ、もう、手も腰も痛くなっちゃうし、自転車よく乗ってるやつにさ、どうしたらなんていうの、自転車とか、あの、体痛くならないように乗れるようになれるのとか、いろいろ聞いてたのね。で、教えてやる代わりに、あることを、ちょっと守ってほしいって言われたのよ。だから、お前どけやっつってさ、ガン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 なんか突き進んでったり、もう車椅子のおばあちゃんとかさ、あと、杖ついてるおじいちゃんとか言ってもさ、もうガン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 自転車ぶっ飛ばす人いるじゃん。ああいう人って大概、前の人は、あ、知能のないゴリラだって、思うんだって。いや、お前もそんな風に思われたいかって言われてさ、いやもう知能のないゴリラは嫌と思って。嫌じゃん、そんなの。強烈すぎてその言葉が、未だにおばちゃんの中に残ってんのよね。だから、もう子供勢の、あの、ママさんとかで、あ、もうどうぞ、つって。あと、無理な割り込みとかしてくれて、自転車とか多いじゃん。やめてもどうぞ、って。お前、関係ないんじゃ、つってどんどん突き進むと。だって、知能のないゴリラと思われるんですよ。嫌よ、そんなの。いや、もうちょっとでさえ思われんのも嫌よ。いや、何その知能のないゴリラって。おばちゃんの中には強烈残ってんだよね。だからそんな風に人から思われんねや。だからさ、絶対もう、だからもう、傍若無人な運転おばちゃんできないもん。うん、いや。絶対思われんねや、うん。そういう風にフェミニストも思われてんねって、なんか違う、なんて言い方だけど、何言ってんのって、うん。そういうことちょっと自覚に知らないよ、少しは。うん、あなたたちのために言ってんのよ。本当に、もう女性はって考えてる、もう、低次元な会社本当に確かに多いと思う。おばちゃんもいろんなとこいたから。それはすごくわかるよ。で、あ、この人の方が優秀じゃんっていう人が全然出世しない女性の人とか、そういうのいっぱい見てきたから、言いたい気持ちはわかるけど、もう、女性キャベツだ、女性キャベツだって。でも YouTube 厳しいから、キャベツって言い方してますよ。うん。女性キャベツだ、女性キャベツだってさ、もうそればっかになっちゃうともう、変な人に見られてる。これ本当のね、あの、周りの人に意見だと思う。本当に変な人だと思われる。そういうことをちょっとね、あの、考えながら発言されたらどうでしょうか。うん、あと、このツイートも今話題になってるんだけど。皆様助けてください。証人になってください。私、有村が公式な国会の審議においても、非公式な場においても、一切言ったことがなく、思ってもいないような差別的発言を発言したことにする印象操作がまさかメディアから出てくるとは。根拠となる真実がないでっち上げを、無調査印象だけで平気で垂れ流す日刊現代7月12日記事の言論封殺が許されるのなら、女性スペースにおける安全安心は重要です。と至極当然の一般論を言っているだけの保守政治家ですら、社会的抹殺のターゲットとなります。そんな恐怖社会は許されないはずです。私は一生涯において一度たりともトランスジェンダー当事者の方を糾弾したことはないし、国会議事録のどこを探していただいても、そのような文言は出てきません。記事は完全に嘘の印象操作です。私は記事にあるような最高裁判決に懸念の声を一切上げていません。7月11日昨夕、共同通信の参議院自民党担当政治部記者 S 氏が最高裁判決に対する私のコメントを求めて事務所に来訪されました。夜になり、私自身が発したコメントに勝手に懸念を示したと書いて出向したと言って来られたので、直感的に危険を察知した私は、このまま翌朝7月12日の新聞に私が一切言ってもいないこの表現で報道されるなら、議会人である私が最高裁判決についてよしあし言っていないのに、共同通信記者が勝手に懸念を示したと挿入印象操作しようとした事実を今晩中に明らかにしますよと真剣に申し上げました。その結果として、私が言ってもいない懸念を示したという文言はコメントしたという表記になって7月12日の各地方市長官に配信されています。私は最高裁司法判断を一切貶めてもいないのに、そのようなキャプションを有村の写真と共に報道する日刊現代の記事は極めて悪質であり、不正義であり、不道徳です。共同通信 S 記者が7月11日夜のうちに社内で過失修正した箇所すら反映せずに、公開されていないはずの不正確なコメントに基づき、私を貶める記事を7月12日に発信している日刊現代は、共同通信と内部で連携されているのでしょうか。記事が私の写真とともに表題にする、消えない保守系議員の性的少数者への差別意識とは、一体何を根拠にしているのか。根拠が全くなく、政治的リスクを弱気する完全な名誉毀損であり、断固抗議します。心は女性と主張する男性がトイレに入ってくる不安がある。法案審議で自民党の保守系議員が訴えていた理屈。
と記事にありますが、私は国会審議で一切の偏見や誤解を生じさせないよう極めて慎重な言葉の選択を重ねており、記事のような存在な言い方はそもそもいたしません。レッテル貼りされないよう質問時間の何倍もの時間をかけて事実を確認し、言葉を精査し、論理遂行を重ねます。発言したこともないことをあたかも発言したかのように活字にし、政治家が差別意識を持っているとレッテル貼りをして意見の異なる人間を貶める、そんな不健全で卑怯な言論封じに屈するわけにはいきません。意見や立場が違うからと印象論で不確かな記事を垂れ流し、社会の公正性を歪める報道姿勢には信念と事実を持って反論し、断固抗議いたします。社会の公正さを信じ支持される心ある読者の皆様、どうかどちらが真実を述べているか、公正な精神で戦っているか、言論の力で真剣勝負をしているか、ご判断くださいませ。令和5年7月13日未明、参議院議員有村春子杯。一つね、この有村さんのバックアップしてあげるとしたらね、この言葉をね残してあげたいかなと思います。だって日刊現代と共同通信でしょいやもう、行き着く答えは多分それだと思いますよ。日刊現代と共同通信でしょ。まあしょうがないですよ。こういうとこなんですよ。もうみんなね、もう分かってると思うんですけど、再確認のために言わせていただきました。まあそういうとこですよ。あ、このニュースすごいんだけど、人間以外で農業する哺乳類がね、発見されたのよ。アメリカ大陸にね、生息するホリネズミのね、一種で、南ホリネズミって言うんだって。で、強力な前足と爪を使って、地球をね、掘ってね、まあ、いっぱい掘る子は160メートルも掘るんだって。で、このちっちゃな体のネズミちゃんは160メートルって相当な数よ。で、一生のほとんどはね、地球の中で、まあ、暮らしてんだって、トンネル掘って。でね、ジメジメして暗いところが好きみたいよ。でさ、そういうところって餌ないじゃん。どうやって生き延びてるんだろうっていうのをね、今までいろんなね、学者とかが調べたんだけど、わかんなかったね。でもね、最近ね、わかったことはね、このネズミって爪長いんだけど、掘ってても他のね、植物の根とかを傷つけたりしないんだって。よくなんかかわして掘ってくらしいんだけど、で、この子がね、もう一体どんな風な食生活してるんだろうっていう謎がね、分かったのが、あの、植物のね、をチャチャチャって食べてんだって。それでエネルギーを得てるってことは分かったのよ。で、なおかつ、あの、トンネル掘るとさ、そこ空気が出入りできるでしょ。植物にとっても嬉しいし、あ、でも根を食べられてるじゃんと思うじゃん。じゃなくて、多分必要最小限の根を食べるんだって。で、糞するじゃん。それが植物の栄養にもなるんだって。この子単体でしょ？いっぱいいたら JA になると思うのよ。わけのわかんないこと言うんだって。いや、でも、いっぱいいたら JA になるでしょ？でも、この子一人で、いろんな、なんていうの、根が成長するように、環境を提供してあげてるっていう、まあ、哺乳類は人間以外で、初の農業をしている、まあ、生態を発見したっていうのは、すごい話よね。排泄物をさ、肥料にしたと空気も、通るような環境にしてあげて、根が育つようにしてあげてんのよ。面白いね。上司とね、練馬の方で仕事してた時に、他ね、もう、ちょっと2時近かったのね。だからお店全然やってなくて、で、なんかお腹空いたからどっか見つけなきゃって言うんで、いろいろ待ってたらね、関町のところにある、とんかつ肉料理、高尾ってお店見つけたのよ。ここでさ、デカ盛りチキンカツ定食ってなったのよ。それ見たらさ、上司がさ、テンション上がっちゃって、これ食べたいねって言うから、あ、じゃあ一緒に行きますかって入ったのよ。大丈夫ですか？食べれますって言ったら、いや、全然余裕だよって。おばちゃんがさ、なんかデカ盛りいっぱい食べてるのにさ、上司は触発されて、いろいろさ、いっぱい食べる光景を見るようになったのよ。おばちゃんはね、もう入社してから。で、あ、いっぱい食べるから安心かなと思って、出てきたらさ、ちょっとブリかもしれないって、だから言ったじゃないですか。いや、でもね、おばちゃんも上司もテンション上がる。もう、こんだけいっぱいもう、チキンカツがチキンってたら、テンション上がるわ。いや、でもね、もうカリカリたまらん。
醤油かけるとすぐさ衣が吸収してくれるから、でも味わい深いね。これだけ持ってくれるともうテンション上がっちゃう。ありがとうございます。中継に乗る直前に皆さん乗されたんですか？この間のさ動画で、ちょっとツイッターとか、あとコメントでもさ動画のね、まあその政党って、まあ詳しく言うと今危ないから、一応厳しいからね。定位置協会わかる定位置協会でしょ、いっぱいいんのね。なんか掘れば掘るほど、オーザックみたいな、ザックザックオーザックみたいな。なんでこんなことになってんの？おばちゃんちょっとさ、ちょっと、ね、ちょこっとしかわかんないのが、ごめんなさい、なんか、ふかしこきまして、前からこうなの？おばちゃん、そんなとこになってると思わなかった。第二の考えができれば。いや、もう、一つでももう、お腹いっぱいどころじゃないのに。いつの間にこんな、おばちゃんね、ちょっとあんまごめんなさい、ムチのムチムチで、よくわかってなかったんですけども。で、いろいろさ、指摘されたからさ、どんなとこなのって、あえて調べてみたら、こんなことになっちゃってんのね。武田先生がなんか変な、ね、悪いことしたら、責任持って、化学物質を注入してくれるもんだと思ってたけど、全然注入できてないじゃん。なんでこんなことになっちゃってんのかしらね。びっくりしちゃって。でも、名前言うとやばいから、あえて名前言いませんよ。ある男性の人で、エビスさんみたいななんか目をした、なんかニコニコしてるし、いいでしょ。でも、今考えてみたら、決まっちゃってんのかなと思って。そういう教えが。だから、なんかちょっとそういう教えを決めてんのかなっていう、なんか表情してるとこ時があるのよ。ニコニコしてるでしょ。そういう理由なのね。決まっちゃってんだ、と思って。わかる人にはわかると思うけど。ニコニコしてるし、いいじゃん、一人。エビスさんみたいな目で。あの人、じゃあ決まっちゃってんのね。ごめんなさい、いろいろちょっと勉強しました。これ、この動画はね、皆さんにね、ニュースもどきをね、お伝えすると同時におばちゃんも勉強するというね、動画になってますので、よろしくお願いいたします。武田先生何も言ってないよ。全然化学物質注入できてねえじゃん。ガン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 注入しがないと。で、バタバタね、倒していってくれるんでしょ？そういう役目だと思ってたんだけど、何やってんの？逆に飲まれちゃってんじゃん。びっくりしちゃった。今こんなことになっちゃってんのね。そういえばね、うちの会社に、清掃経験の、ある女性の方で、60代ぐらいの方なんだけど、だからちょっとね、一般の家庭の清掃ぐらいな清掃なのね。まあ、そういう感じのところで働いてたのかなと思ってたんだけど、話聞いてると、びっくりしちゃったのよ。だからダスキンで働いてたんだって。ダスキンって今から何年前？ 20 年前？ 25 年前ぐらいかな。清掃業界でナンバーワンだったのよ。で、いろんなことに手出しすぎてちょっとね、ナンバーワンじゃなくなっちゃったんだけども、ガクガクってきちゃって。でもあの時のダスキンはすごかったわよ。清掃業でね、ダスキン入ってればもう安泰みたいな。それが業界でもう一番稼ぎ頭だったのよ。で、どんな清掃されてたんですかって言ったら、なんか、おばちゃんの知ってる清掃とちょっと違うのよ。清掃っていうよりも、セレブな人いるでしょ、お金持ちの。そういう人と一緒に買い物行ったり、あと、部屋を片付けたり、散歩したり、あと行きたいところに一緒に付き合ったりとか。何ですかそれって言ったら。あ、そういう仕事あるんですよって。ダスキンでですかって言ったら。おばちゃんとかはそういう仕事知らないって言うから。いや、聞いたことないですねって。
一応清掃業なんですか、それ。まあ、あの、付き添いなんだけど、その中の業務の一つに清掃があるんだって。ええー、って、あの、まあ、いろんな人もいるんだけど、その方はね、めっちゃセレブな、なんかご婦人の付き添いしてたんだって。え、どんなことやるんですかって言ったら、あそこのとこ食べに行きたいって言って、一緒に食べに行ったりとか。え、食事で出してくれるんですかさ、いや、もちろん向こうが出してくれるわよって。ええー、で、急に、なんか友達の結婚式とかあったらなんかね、その、なんていうの、あの、服とかを、なんか見に行ったりとか。で、一緒に結婚式とか、まあ、お葬式とか、出ることもあるんだって。え、もしかしてその、喪服とかも買ってもらえるんですかって言ったら、え、そういうの参加するの向こうは全部出してくれる設定になってんだって。え、チップとかあるんですかって言ったら、いや、もちろんって。すげえ。え、そんな仕事あるの？え、チップって、あの、どれぐらい、あの、ちょっと言わないでって言われたんで、あの、おばちゃん言いません。毎日なんて言いません。え、毎日？え、一回でですかって言ったら。うん、一回でよ。え、毎日？え、毎日毎日？そう。え、それだけでも、24、5とか行くんじゃないですかって言ったら。いや、それ以外に、なんかまたちょっといろいろ、なんかあるみたいな。え、そんな仕事あんの？え、マジで？おばちゃん、ふっと思ったんだけど、松下ゆきって、このサービス受けてないのかしら？すごくやりたいんだけど。あの、チップはいりません。チップとかはいりません。いや、なんならこっちがお金払ってもいいです。松下ゆきのなんかあの、付き添いとかってあるのかしら？毎日鼻血出ちゃうんだけど。食事代も出しますよ、おばちゃん。ちょっといろんなとこ行ってみたいわ。毎日なんかドキドキしちゃうんだけど、おばちゃん。え、そんな仕事あんのね。え、どうして辞められたんですかって。いや、もう、年で、ちょっとあの、いろいろ、あの、まあ、その人と付き合っていくのには、体力的に持たなくなったっていうのと、あと、家庭の事情でね、ちょっと一旦、あの、仕事を辞めて、まあ、戻らなきゃいけないっていう事情があったんだって。と、またいつか復活してもいいかなと思えるぐらい美味しい商売だったって言ってた。え、それは美味しいでしょうよ。だって服とかも買ってくれるんでしょ。え、どんな、え、そのセレブの人ってどんな人なんですかって言ったら、議員さんの奥さんということです。お金持ったんなみんな困ってる時にお金持ったんな湯水のごとく使っとるがな。もったんな、もったんな。びっくりしちゃったわ。まあ、そのね、議員さんの名前を教えてもらえなかった。じゃあ、それちょっと言えませんって。まあ、あの、そういう個人情報は言えないからって。っていうか、あの、チップを毎回渡したわけでしょ。で、そういうサービス、まあ、出す気があるお金払ってるってことでしょ。で、それ以外に食事代とか、洋服代とか。自分自身で買ってる買い物とか。お金持ってますやん。お金持ってますやん。何それ。びっくりしちゃったんだけど。いや、おばちゃん使えばいいのよ。いや、もう仲介通さないから安いわよ。で、ムチムチな方って、あの、できれば20、30代。調子こむなやですか？わかってますよ。こういう生活しちゃうとおばちゃんダメになっちゃうと思う。自分自身よく分かってるから。調子乗るじゃん。調子乗るじゃん。分かってるから、こういうことやっちゃいけないっていうのは分かってる。それでね、そこの現場行った時に、アルソックの、あの、巡回のおじちゃんがね、来たのよ。久しぶりに会ったんだけど。おばちゃん、このおじちゃん大好きで、あの、よく居酒屋の前にあるさ、タヌキの置物あるじゃん。あんな感じのね、コロコロしたおじちゃんなのよ。で、年齢いくつぐらいだろう。おばちゃんの15とか20歳ぐらい上のおじちゃんなのね。でさ、あの、緊急出動する時のさ、まあ、アルセックの隊員の人ってまあ若くてもうガッチリした人多いじゃん。でも巡回する時ってさ、そんな、ねえ、なんていうの、まあ、事件とか起きないじゃん。
だからそういう、もう退職間近のさ、おじちゃんたちがいっぱい巡回してんのよ。で、そのおじちゃんがほんとおばちゃん大好きで。いきなり来た瞬間に、あ、久しぶりおばちゃん元気してたって、あ、元気でしました。いや、もう、ジメジメしてて、首周りや、あと脇の下とか股間が大惨事だよつって。いや、好きだわーと思って。いや、今日はもうなんかジメジメして大変でしたね。いや、もう、もうねちゃねちゃって。あの、ねちゃねちゃするんですか？いや、もうたまらないって。もう、家帰る前にビール飲みたくなっちゃってる。いや、ダメですよ。いや、わかってるよ。それでもう前の仕事失敗してんだから。あ、そうなんですかって。もうね、おじちゃんはニコニコ、ニコニコしてて、もうこの人大好きなの。アルスクの、本社の方にちょっとお願いがあるんですけど、おばちゃん、このおじちゃんちょっとペットとして飼いたいんだけど、すごく、かわいいのよ。ちょっと座っていいって。じゃあもう、この部屋涼しいからさ、涼んでていいって言われて。あ、もう全然当然。でさ、もうタオルでもう、こすりすぎるともう皮膚がダメになっちゃう。そんなに拭いちゃダメっていうぐらい拭くのよ。まあたまらないって。本当にね、なんかの動物を見てるみたいで、そのおじいちゃんがおばちゃんすごく大好きなのよ。本当にいつもニコニコしてるから、他のところ行っても、まあ、その人は特にマンションをね、巡回してる人なのよ。いろいろ住民の方からね、ジュースとかお菓子いっぱいもらうのね。で、食べきれないからおばちゃん今日ももらってくれるって言うから、あ、いいですかつっていっぱいもらったんだけど、それはダメって。甘いお菓子に手を出そうとすると怒られるの。しょっぱいやつをね、持ってってって。で、どうしていつも甘いお菓子ばっか食べんですかって言ったら、しょっぱいのって塩分いっぱい入ってるから、体に良くないじゃんって。いや、甘いのはどうもいっぱい入ってるから、甘いのも体悪いですよって。いや、でも甘いお菓子は美味しいもんって。あ、そうなんですかって。かわいいでしょ？おばちゃん買いたいのよ。このおじちゃんを。いや、もう座敷犬としてね、すごい可愛がっちゃうと思う。おばちゃんね、俺、超セレブだったら、このおじちゃんに首輪つけて飼いたい。でも、久しぶりだからね、どれぐらいぶりだろう。半年ぶりぐらいかな。で、一緒に働いてたおばちゃんは今回初めて会ったんだけど、女性はちょっと苦手なタイプなのかもしれない。ちょっと、で、湿ってる？なんか、ブルドッグみたいな感じのおじちゃん、あ、まあ、タヌキみたいな感じの人だから。女性はちょっとね、抵抗感あるみたいなんですけども、おばちゃんはすごく大好き。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれって、どういう意味かしら？